はい、ということで12月8日、ブレイキングダウン14、埼玉スーパーアリーナ、コミュニティアリーナで開催が決定しました。その対戦カードを発表していこうと思います。大会当日なんですけど、僕があの弟のセコンドでアメリカに行かせてもらうので会場にいないんで、今日は全選手に集まっていただいて記者会見をやっていきたいと思います。本当にね、結構過去最高の対戦カードが組めたと思ってます。僕もアメリカの方でリモートで参加したいと思うんで、視聴者の皆さんも楽しんでもらえたらと思います。今回会場は4000人規模の会場となります。とてもね、大きな会場なんでお客さんと選手の一体感も楽しめると思いますんで、ぜひね、会場に来ていただいて観戦していただけたらなと思います。また今回も多数の会場特典があります。パンチングマシンだったり、前日記者会見への招待だったり、あとケージ内の記念撮影に加えて、オンライン祝勝会も予定してます。ぜひね、概要欄コメント欄からお買い求めください。そしてブレイキングダウンライブではペーパービューチケットをどこよりも安く販売してます。公式アプリ VIP 会員になると最大 35% オフで購入できるので、ぜひこの機会にお願いします。ということで、では発表していきます。第1試合、レオ VS コメオ、両選手お入りください。カメラに向かってファイティングポーズ。じゃあフェイス2フェイスで。はい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 。オッケー。はい、ストップ。はい、なし。じゃあ試合に向けた意気込み語ってもらいます。じゃあレオから。とりあえず殺します。じゃあごめん。はい、最後の試合なんで、まあ昔のラッションを蹴ることでボコボコにしに行こうと思ってるんで、応援お願いします。はい、じゃあ、記者の方何か質問あれば。はい、はい、2人へ質問なんですが、映画ブルーファイトのオーディションから始まった因縁かと思うんですが、改めて今こう向き合った時、お互いに思うことや、お気持ちをお聞かせください。まあ今の一発は受けてあげた。俺も芝居たし、俺は手出してない。まあ映画から続いた因縁なんで、まあ一発は一発ってことでやりましたけど、まあこいつがなんかいろいろ SNS でなんかちゃちゃ言ってんのも相変わらずこいつの顔見たらムカつくんで、まあ試合当日まあボコボコにしようかなって思ってます。お前多分30秒以内に死ぬと思う。練習もしてないやろ。やってみろ。クソデブがよ。なんでクソチーム。黙れよ。お前70キロって何やねん。お前さ、練習なんかしてねえんだよ。お前と違って暇じゃねえから。俺もしてないわ。なに、体鍛えたって SNS でアピールしちゃってんじゃん。お前筋トレしてるだけじゃん。ね、偉いの真面目じゃん。小宮山さんに質問なんですけれども、先ほどこれで最後の試合だっていうふうにおっしゃってましたけれども、今回の試合勝っても負けても引退されるといった形でよろしいんでしょうか。はい、引退します。もう何の悔いもなくやめられるってことでしょうか。そうですね、基本的にはもう自分は料理の道で行こうと思ってるんで、まあその中でまあ因縁とかもなかなかできる機会なんか多分ないと思うんで、まあそういった相手が年に1回とかたまに出てきたりした時とかは、
ブレイキングダウン使わせてもらうっていうのはありかもしれないですけどね、基本的には引退します。ありがとうございます。続きまして第2試合、ナギ VS リュウジ、両選手お入りください。カメラにファイティングポーズで。はい、じゃあフェイス2フェイスお願いします。OK です。じゃあ座ってください。では試合に向けた意気込みを語ってもらいましょう。まずナギ選手からお願いします。どうも、ナギです。ちょっと相手が弱すぎる、もうそれがちょっと残念で、マスクラミクル CEO か、まあ、リキとかとやると思ってたんで結構期待してたんですけど、まあ、相手お坊ちゃま で試合も見たら弱いんで、まあ、とりあえず僕と試合したら失神して多分怪我して帰れなくなっちゃうんで、この子供用のヘッドギアこれつけて試合来いよ。以上で。じゃあ次ユージ選手。そうですね、まあなんかセルフプロモーションを頑張ってるみたいなんですけど、まあでも自分も関谷さんとかにまあメンバーの方々に相手してもらって今があるんで、まあ大阪の坊ちゃんを相手してやろうかなって、そんな感じです。はい、じゃあ記者の方質問あればお願いします。はい、ナギ選手に質問です。オーディションで20対1のエピソードをおっしゃってたと思うんですけれども、それについて疑っている視聴者も結構いるようで、あれと本当なんでしょうか。本当ですよ。ちょっとどういった状況だったのか少し聞かせていただければ。まあ、地元は堺ってとこ でそこで飲み屋街があるんですけど、まあ、だんじりっていう祭りがあって、で僕ら5人で地元で遊んだ時にだんじりの青年団っていうグループの人らが20人ぐらいいて、で喧嘩売られて、ほんで一人芝居いたらみんなやばいやばいって逃げてたって感じですね。ありがとうございます。続きまして、リーチ選手に、質問します。大選手が、楽しそう簡単だと言ってますが、これに対してどのようにお願いしますか。まあ、なんだろう、まあ、ブレイキングダウンに5万という一発屋の一人だなって思ってるんで、まあ言わせといていいかなと。面白くねえな、やっぱそんなことしか言えねえの。エンタメ役じゃないんだよ俺は。弱いのに。お前みたいにサイコ松本とやった方が似合う。ハズレ引いてる。続きまして第3試合目、三河健志 VS サイコ松本、両者お入りください。じゃあ正面にファイティングポーズ。じゃあフェイス2フェイスで。会いたかったぜ。もう早く早くやりたくてよ。待ち遠しいよ、佐伯くん。最高だね。どうだよ、調子は。いや、もう最高だよ。ああ、そっかそっか。楽しみにしてるよ、じゃあ。試合に向けた意気込みを。はい、どうも。最近は練習にも、オーディションが公開されてから、すげえ身が入ってて、まあ、体もどんどん仕上がってきて、まあ、バッチリ、まあこれ絶対勝てるなって思ってて、まあ、B-BETとかみんな俺にぜひ投票してください。絶対勝つんでよろしく。はい、サイコ松本です。そうですね、やっぱり対戦相手、まずミックルさんやこの運営の方々に本当にまず感謝を述べます。はい、ありがとうございます。また使っていただきありがとうございます。はい、やっぱ対戦相手の三河健志君もすごいいい男で、はい、もう素晴らしいなと思って、本当に、はい、ものすごい強い相手なんで、毎日毎日本当に夜が怖くて、最近夜全然眠れなくて、なんか最近幻聴まで聞こえるようになってきました。夜中になると、もう毎日三河幕府の掛け声が聞こえるようになってきて、もう毎日もう寝れないです。もう怖くて怖くて仕方ありません。以上です。記者の方何か質問あれば。はい、
最後松本選手に質問なんですが、はい、今日何かおとなしい感じがするんですが、何か意図があるんでしょうか。おう、ようやくお前のためによ、ああな、お前この前の記者だよな、舐めたこと言ったよなあ、お前のためによ、お前が望むサイコ松本の姿見せてやっただけだよバーカ野郎、あったりめだよ、リスペクトタイムなんか終了に決まってんだよ。ああなあ、ケンシ君よ、ああ俺あんたのこと大好きだけど、やるならやっぱバチバチにやろうやなあ、思いっきりやっこうや、はい、大会弱い最高だね、いいよ、ああ大丈夫大丈夫、やろうやろう、本番やろう、オッケーオッケーオッケー、やっぱこうじゃないとダメでしょ、最高だ。続けて伊藤健さんに質問なんですが、あの普段お父様のヒロミツアさんがブレイキングで戦ってきてる姿を見て、あのご自身は今回 初出場でどのような戦いを見せたいと思いますか。まあ、やっぱ俺らはずっと喧嘩スタイル、練習も別に誰に教わってるわけでもないし、ずっと自分らのスタイルを貫いてて、まあ、何でもありの地下のルールでずっとやってきたんで、まあ、なんか、まあ、そういうのはちょっと今回長パンとかなしだし、肘も見せられないとは思うんだけど、俺らの土俵じゃねえけど、まあ、絶対ぶっ飛ばしてやっから、マジでいいね、俺らでバチバチの試合してさ、結果だもん な最初から温めてやろうぜ、いいな、俺ら盛り上げるべやな、最高だろ埼玉スーパーアリーナって、絶対盛り上げような、最高いい男すぎるなマジで。じゃあ次第4試合、12-2期 VS 番中村ブラック仙人、両者お入りください。OK です。住人2期が、パチンコの営業で大阪にいて来れないということで、Zoom でつながってます。じゃあ、試合に向けた意気込みを語ってもらいましょう。またパチンコ行ってんのかお前、好きだな、もうずっとパチンコ打っとけよ、そしたら出てんのかちゃんと。以上です。あー、いや負けてるっすね。だろうな、あんたのことずっと考えてたよ。怪我してなかったですか。ああ怪我したよ。あれガチなんですか。あガチだよ、年末俺なサスケに出るんだよ、うん、それの練習でよ、お前の練習じゃねえぞ、うん、サスケの練習でよ、ちょっと気合入れて練習しすぎたら肩からちょっと落ちちゃってさ、脱臼しちゃったけどハンデーでちょうどいいだろ。もう治ったんすか。あもう大丈夫だよ、試合も全く問題ないから安心して。なんでお前パチンコ今日行っちゃったんだよ。いや、しょうがないですね。もうバンさんと試合が決まる前から、うん、もうこの日確定しちゃったんですよ。なんか前回の天狗の時もそれ言ってなかったか、なんか急すぎるからダメだとかさ。いや、あれは前回はだって4日前にオファーあって行けなかったですけど、ちょっと今回はマジで本当にかぶってた。なるほどな。まあいいよ。とりあえずその30秒くらい、30秒から20秒くらいで KO するんでお願いします。頑張ります。はい。記者の方質問あれば。お二人に質問します。ズバリキスの味はいかがですかでしょうか。あれだけ人に望まれてした、人前でしたキスは俺は初めてでした。ちょっと気持ち悪かったです。俺はなんか愛を感じましたね、そのジョリッとした感覚というか、初めての愛を感じました。やっぱ可愛いなお前なんか。はい、いやちょっと待ってください。フェイス2フェイスはできないですか。できないだろ、する必要あるか。画面越しでフェイス2フェイスなんかしてくれるってなんかスタッフさん OK もらったんですけど、あじゃあ持っていただいて、なんかフェイス2フェイスだけちょっとさせてもらっていいですか。じゃあ俺がそういうことか、そういうの贅沢なフェイス2フェイスだね。これやれ、何してやるけんね、中村お前なんかよ、弱そうだな、本当に大丈夫か。フェイス2フェイス、いやこれ新感覚っすよ、これマジで全世界初っすよ、画面越しのフェイス2フェイス。確かにな、マジでブレイキングダウンの初っすよ。じゃキスしてやるよ。はい、あ気持ち悪いな。はい、ありがとうございました。僕の一日はシルクから。
美容成分をたっぷり配合した濃厚なテクスチャー、まるで保湿クリームのようなトリートメント、洗った翌日もナチュラルで奥行きのある香りが続く。髪が揺れるたびに香る高級ブランド香水のような香り。まず髪の毛がサラサラになるのはもちろんなんですけど、香りが僕はすごい好みでめちゃくちゃいい匂いなんですよね。かつ長持ちするんで、香水つけてないのに香水つけてるのって言われるぐらいめちゃくちゃいい香りします。今回新規定期購入者5000名限定で、前回大好評で即完売したコラボシールをプレゼントします。さらに今回は僕と弟の新デザイン&レアシールも増えているので、ぜひ概要欄とコメント欄のリンクからお買い求めください。またドン・キホーテではコラボシール付きの限定品が12月から販売開始されます。白黒各1万セットの販売なので、ぜひ皆さんもコンプリートを目指してみてください。はい、ここから第5試合なんですけど、ここから有料転換で、フェザー級トーナメント1回戦目行います。選手全員お入りください。OK です。じゃあ座ってもらって、では試合に向けた意気込み語ってもらいましょう。まず優良くんから。今日はこんなすごいメンバーのトーナメントに参加させていただきありがとうございます。今回が一番メンバー的にもすごくて、1回戦目からめちゃくちゃ強い相手で、めちゃくちゃちょっと興奮してます。優勝できるように頑張ります。おっす。じゃあ次、細川君。この8人の中で、まあ、僕が一番練習してると思ってて、で、まあ、強くなってる自分を見て本当に自信しかないので、皆さん期待してください。僕が優勝します。お願いします。 I'm training for any other fight and I mean look, you know what I mean, like you look overconfident in my opinion and he thinks he's awesome because he's taller and he fought like all these guys, like, but he never fought nobody like me, you know what I mean, like, so I'm very excited to do this fight。はい、じゃあ次、原くん。僕はそうですね、この日本人のメンバーも、まあ、過去最強に強いと思ってるんで、まあ、正直外国人の方申し訳ないですけど眼中にないですね。この4人で準決勝も決勝も全員でバチバチにね殴り合えるのが最高だと思うんで、まあ、しかも会場もね、あの埼玉スーパーアリーナのっていうことなんで、そこでねみんなでね盛り上げれればなと思います。はい、以上です。I've beaten world champions. I've beaten world champions in their own country in front of their family and friends. So going up to Japan, it ain't my first rodeo. I'm a whoop up on top of the bantamweight champion first. And whoever comes after, but be prepared, penis breath. Be ready. 過去勝ったのクソジジイついてください。So when I see you in the cage and you wake up face down, ass up, you're gonna know exactly why you're there in that position. Dumbass. Okay, okay. やろうやろう。じゃあ次、ナオくんで。対戦相手ちょっと欠席してます。ナオです。ブレイキングダウン選手の中で多分 UAC を本気で目指してる人が、まあ、どれくらいいるか分かんないですけど、僕は本気で目指してるんで、まあ、そのステージに立ってる選手と、できることはすごい光栄ですし、ただ、まあこのアマチュアの選手に負けて恥かくことを楽しみにしててもらいたいです。おっす。はい、じゃあ記者の方質問あれば。
全員の選手の方、もちろんご自身が優勝されると思っていると思うんですけれども、決勝戦でどの選手と当たるんじゃないかといったのを予想あればお聞かせ願えればと思います。これは井原とやりたいですね、やっぱり。やっぱどっちかが勝たないと盛り上がらないと思うんで、俺は井原とやりたいですね、決勝。俺もそう。ミクルさんは正直誰が勝つと思いますか？ピーター。I think Peter, you're gonna win. Thank you very much. ありがとうございます。あとですね、トーナメントなんで怪我で欠場になる方がいるかもしれないんですけど、もう一人とんでもなく強い選手がリザーバーとして来ます。はい、フィリーが連れてきたなんか DJ かなんかなんですけど、一応会場に来て控えてるんで、めちゃめちゃ強いです。まあでもみんな怪我してもやるでしょ、多分1日3試合1分だったら。Injured, right? It's only like three rounds of one minute, so. Yeah, そいつら関係ないんで大丈夫ですよ。俺らの話なんですよ、リザーバーの話は。そいつら全員負けるんで。僕はあとみんな最後に視聴者に向けて言いたいんですけど、僕が一番最初に出てきたのがブレイキングダウン10で、その時の会場がね、埼玉スーパーアリーナで、まあ思い出のある、僕の中ですごい思い出のある場所なんで、まあ今回、その時に出てたね、バンタムトーナメントと同じトーナメントで、まあ僕がこれを取って、2階級取って、まあ盛り上げるんで、皆さんね、ぜひ、会場にね、来てください。来れない方はね、ぜひペーパービュー買ってみてください。よろしくお願いします。はい。じゃあ、これで以上になります。はい、続きまして、9試合目、前期 VS 井上力人、両者お入りください。じゃあカメラに。いたんかも。ごめん、うるせえ。オーラなすぎて分かんなかった。黙ってろ。じゃあフェイス2フェイスで。じゃあ前期選手から、試合の意気込みお願いします。はい、ね、こいつオーディションの時にめっちゃ大嘘ついてたんで、試合当日顎の骨でも粉砕してやろうかなって、もう二度と喋れないようにしてやるから。分かった。それだけ？おめえと話すことなんかそれ以外ねえ。初めて出たんだ。次ねえぞ、それじゃ。もうちょっと面白くしてみろ。おめえがしろ。勘違いすんな。うるせえ。うるせえじゃん。じゃあ記者の方、質問あれば。はい、前期選手に質問なんですが、先ほどオーディションの時に井上選手は大嘘をついてたとおっしゃってたんですが、どんな嘘をつかれてたか教えていただいていいですか？これがキャバクラで、なんだ、こいつのこと弱いって言ったとか、なんかほざいてるんですけど、それ全部嘘っす。嘘なんそれ。嘘だろ。あ、言ってないの？言ってねえよ。俺は言ったって聞いたんだけど。オーディション会場で初めてお前に弱いって言って。あ、そう。それ以外に言ってねえよ。お前嘘ついてんじゃねえぞ。いや、俺は嘘ついてねえよ。そう言って言ってる奴がいるから言ってんだよ。あれか。でもお前言ってないんだろ。言ってねえよ。したらそれ以上なんかあるんだよ。てか、本当に格闘技やってたの？は？格闘技やってたの？やってっから。お前の試合映像さ、ちょっとさ、見てやろうかなと思ったらさ、一個もないんだけど。どこに出てんの？何出てた？ライジン出たの？アウトサイダーも出てたし、ライジンも出てた。DVD ちょうだいよ。あげねえ。ちょっと緊急させてよ。お前格闘家なんだろ。あ、そうだよ。お前の試合映像一個もないぞ。うん。だからなんだよ。どこで格闘技やってたの？どこで格闘技やってた？お前だから。アウトサイダーも出てるし、こっちはライジンも出てんだよ。お前面白くねえから喧嘩しようぜ、今。ぶっ飛ばしてやろうか。うるせえよ。お前がボコボコにされるだけだよ。あ、なんか質問あります？超面白くないんですよ、こいつ。ぶっ飛ばしてやろうかな、今。ミスったわ。なんか顔はね、ちょっとね、不良みたいな顔して結構いい面してんかなと思ったり。お前喋ったら陰キャやろうじゃん。うるせえ、絶対いじめられっ子だろ、お前。この間の1個前のいじめられっ子の結果に出てた方がよかったんじゃない？マジで。マジで。
まあ頭ブラジルまで吹っ飛ばすかんなこれやろ。そういう感じでいけば、うん、ちょっと待って、俺本当にエンタメとかわかんない。勘違いすんな、勘違いすんな、相手見ろら、俺そういうのわかんねえからな。お前の、お前面白いんじゃねえ、うん、なんてめが歌うなんて勘違いすんなよな。てめえ客なんで、そっち相手しちゃってんの。普通に日頃からお世話になってる人が止めに来たか日頃からお世話になってる人が止めに来たから全然痛くねえ。あ、ちょっとクラってきたじゃん。来てないか来て、全然痛くねえよ。痛くて、痛くねえ、痛くなくね。先輩の時ってアドレナリン出てるし。オッケーっすか。そういうダサいことしたくないからね、俺も。じゃあオッケーっす。続きまして10試合目、小宮山康介 VS 大野敦貴、両者お入りください。じゃあカメラに向かってファイティングポーズで。じゃあフェイス2フェイスお願いします。OK です。では試合に向けた意気込みを語ってもらいましょう。小宮山選手からお願いします。どうも小宮山康介です。第一番選手、空手出身ってことで、僕もバックボーンが空手なんで、ね、空手の技がたくさん見れる、いい試合になればと思ってます。よろしくお願いします。おっす。最近ブレイキングダウンの 12.5 とか 13.5 とか天狗シリーズにたくさん呼んでもらってたので、ナンバリングシリーズが、すごく久々っていうことで、すごく楽しみです。そして僕は次ブレイキングダウンが次10戦目になるんですけど、その10戦目にすごくふさわしい、偉大な武道家を今回、指名させていただきました。小宮山選手、すごく心からリスペクトする、武道家なんですけど、1分間ブレイキングダウンの中で、小宮山選手を超えていきたいなと思ってます。記者の方質問あればお願いします。では大野選手に。おっす。相手の選手は甲斐さんの推薦だと、強いと住み着けすけども意気込みをお願いします。そうですね、子供の頃テレビで、見てた選手だったんで、オーディション前の、動画の選考会の映像が上がった時に小宮山選手の、が今回のオーディションに出るってなった時から僕はもう小宮山選手1本で今回のオーディションに、挑んできたので、今回こうやって試合を組んでもらえたのはすごく、嬉しいですし、めちゃくちゃ楽しみです。続けて小宮山選手に質問なんですが、武尊選手や浩二選手と戦っていた経歴、また K-1 トーナメントで決勝まで行った実力者ということで、そういった立場なのに全くブレイキングダウンに出場しようと思った理由などがあればお聞かせください。そうですね、リングからだいぶ遠ざかってたんで、すごいブレイキングダウン盛り上がってますし、すごい楽しそうだなと思って、はい、今回応募させてもらいました。はい、ありがとうございます。もういい。続きまして第11試合目、杉村浩太 VS 安保陸。安保選手は今日欠席ということで、OK です。安保陸選手からコメントもらってます。俺のことを踏み台にしようと思ってるけど逆に踏み台にさせてもらう、復活劇を見せる、目の前の敵は全員倒す。じゃあ杉村君どうぞ。災害ジムの杉村浩太です。ブレイキングダウン初参戦で安保陸選手とやれるのはすごい嬉しいです。ありがとうございます。で、自分は、安保選手が強いのは知ってるんですけど、自分の強さ見せて勝つだけだと思ってるんで頑張ります。記者の方質問あれば。杉村選手質問です。師匠の西賀喜左衛門選手の
兄弟子である直選手も今回出場されますが、一緒に出場されることの思いと、あとアドバイスなど直選手からもあるのかお聞かせください。そうですね、一緒に同じ大会に出れるのはめっちゃ嬉しいんで、しっかり2人で勝って自分の名前をもっと有名にしていきたいなと思ってます。ブレイキングダウンルールへのアドバイスなんかは、あ、はい、直君からそれは聞いてます。はい、続きまして第12試合目、金森雄大 VS リキ、両者お入りください。じゃあカメラにファイティングポーズで。じゃあフェイス2フェイス、ポーズできんのか、ポーズできんのか、できる、当たり前だけど、まあ、やるかわかんねえ。やるやってんの、負ける気じゃん、そのために練習してきてんねん。今日やる気ないから梅に迷惑かけんの。じゃあ試合に向けた意気込みを語ってもらいましょう。じゃあ金森くんから。はい、金森雄大です。おい力、お前坊主できんのかよ、お前なんかやるかわかんねえみたいなこと言ってて。やったるから。あ、負けんの怖いんか、普段誰とおると負けると思ってんか、お前やったるからな。普段誰とおると虚構派に行こう思ってんの、お前。おう、まあこいつやるっつってるんで、みんな力の丸坊主になる姿を楽しみにしててください。はい、俺からは以上です。今回は一応自分が望んだ試合で選ぶってなって、階級上げるなんて全然喜んでる感じです。向こうから望んできて、そんな燃えるとかなかったっすけど、まあでも燃えるってなったら、お互いが相手らこいつはメカ君の敵討ちで、自分はお世話になってるその大輔君の敵討ちってのでスイッチ入ってるんで、こいつがまあ強いのは正直認めてるんで、あともうここでも今日乱闘とか威張ってする気は全くないんで、まあ、それもなんでかってお互いがしちゃってる人間、上の人間の敵討ちで下が言うたら岩ってこんな乱闘しても、それは正直かっこ悪いんで、だからもう僕もちょっと後半に行こうかなって。もうお前今更何言ってんだよ。待てよお前、今しゃべってるから待てよお前。なんで最近ちょっと自分の出てる動画が基本見てなかったんですけど、まともに見て喧嘩自慢じゃねえよ。見た時に自分がめっちゃ威張ってて、俺やばいなって、何歳になってカメラの前でこんなしてんやろ、ちょっと我に返るところがあって、ちょっとやばいなと思って、ちょっと今日は後半に行こうかなと思って。じゃあ記者の方質問あれば。リキ選手に、はい、ズバリ金森選手との環境の違いを教えてください。いやこいつだからもう、まずもう名前からも何やねんって話じゃないですか。もう波盛りとか僕が結構好きや、結局そういうところ好きなんで、その波盛りとかいろんな、なんかそういうの来たら、こいつの顔しか出てこないんですよ。そっからもう言ったらご飯食べて腹いって、その言ったら食べに行っても、そのこいつの顔出てくるんで、食欲も湧かないんですよ。で今回階級も上げてるんで、言ったら今無理くりこう体重を増やして体でかくしとこうってなってるの、こいつの顔出てきても食欲も湧かないんで、とりあえずもうそんなバカっすね。はい、何もおりか金もりかようわからんすけど、はっきりしたけどややこしいねんって、こっちからしたらね。はい、ということで、じゃあ続きまして第15試合目、サップ西成 VS ジュキア、両選手お入りください。じゃあカメラに向かってファイティングポーズで。じゃあフェイス2フェイスとします。では試合に向けた意気込みを語ってもらいましょう。じゃあサップさんから。サップにしなりです。1年ぶりに復帰ですかね。めちゃめちゃたぎってます。ほんで今回ね、80キロぐらいの契約なんかな、まあ、適正体重で、初めて適正体重でできるんで、多分めちゃめちゃ強いおっさんを見せれると思いますよ今回は。はい、よろしくお願いします。倒します。じゃあ記者の方何か質問ありますか。今回ジュキアさんからの、まあ、指名といったことで、15年前に因縁があるということで、実際何があったかっていうのをちょっと詳しくお聞かせ願えたということだと思うんですけれども。ボコボコされました。サムさん、ご記憶にありますか。
ちょっと俺もね、ちょっとパンチドランカーなんでね、そんなもう、突入できたやつは、もう数ほど、山ほどおるんでね、ちょっとね、忘れました。ありがとうございます。あ、すいません。ジュキア選手、その時の恨みがあるということでよろしいですか？ありがとうございます。続きまして16試合目、赤パン2期 VS 川島優太、両者お入りください。じゃあカメラにファイティングポーズで。OK です。じゃあフェイス2フェイスお願いします。オッケーです。では試合に向けた意気込みを、赤パン2期からお願いします。赤パン2期です。今回ブレイキングダウン14で、まあ、自分がずっと憧れてたっていうか、まあ、ずっとやりたかった相手川島選手とから来てもらって、で組んでもらって本当に嬉しいです。で、まあ、ちょっと今までにない減量なんで、幅がちょっと本当にもう今からでもずっと先だってんで、本当にずっとイライラしてて、インタビューでパンツの話はどうでもいいとか言ってたんで、どうでもいいことはないでしょ。俺赤パン2期なんで、まあ、ちょっとね、まあ相手の方が先にずっと赤パン履いてるんですけど、まあ、なんだろうな、やっぱ赤パン2期として黙ってらんないっていうかもあるし、でもちろんお互いファイトスタイルも似てるんで、もうブレイキングダウンらしい、もう本当に真のミスターブレイキングダウンを決めるような、もう面白い戦いになると思うんで、瞬き厳禁でお願いします。皆さんこんにちは、俺がミスターブレイキングダウン、トゥヨイヨ川島です。まあね、今回、ずっと前々から俺の名前を、出してもらってて、まあね、最初はやるつもりなかったんですけど、今3連勝中ですごい勢いに乗ってて、でね、周りのみんなも赤パニキの強さ、認めてきたんで、ここら辺でちょっと俺が潰しとこうと思って今回、俺から行かせてもらいました。まあ、なんか赤パンがとかなんかガタガタ言ってるけど、別に俺そんなことどうでもよくて潰すだけなんで、まあ、今回のテーマはね、新参者のお坊ちゃん狩り、皆さん楽しみにしていてください。以上。残念だけど潰すのは俺の方だから、あくまでこっちはチャレンジャーとしていくから、潰されるのはそっち。当日楽しみにしてるよ。楽しみ。じゃあ記者の方質問あれば。はい、はい、赤パン2期さんへ、選手へ、質問です。今の新参者のお坊ちゃん狩りというふうに、まあ、川島選手からあったんですけれども、今回は親子参戦ではなくてお一人、まあ、赤パン二木選手のみの参加となりますけれども、はい、まあ、お父様がいらっしゃらない中で何かちょっとこう寂しいとか不安だとか、そういった物足りなさが あるものでしょうか、お聞かせください。まあ、そうですね、一応セコンドではついてくれるんですけど、まあ、自分はちょっと親父村田正和の息子っていう印象が強いんで、俺は赤パン二木として行きたいんで、そうですね、やっぱ自分の力で上がってて、自分と赤パン2期として村田の息子じゃなくて赤パン2期として目立てるように頑張りたいと思います。川島選手、その質問、ミスターブレイキングダウンをかけた一戦だと思いますけども、ブレイキングダウン1から参戦して続けている選手としてですね、今回の大会の意気込み、また聞かせていただきたいと思います。まあ、本当に自分は毎回、そうですね、ミスターブレイキングダウン名乗ってますし、この大会、その1分の大会っていうものの、意味というか、その1分の意味を皆さんに分かっていただけるような、激しい殴り合いをして、ぶっ倒そうと思ってます。ありがとうございます。もう以上です。最高でしたね。クローズ以上のものだったんじゃないかなと思いました。すごい感動しちゃって泣きそうになりました。吉祥丸さんが推しです。フルファイト最高。公開初日から大絶賛の嵐、 X でも反響多数でいきなりトレンド入り。クローズゼロのスタッフとブレイキングダウンが人生をかけて放つ最高自信作。映画を見てみんなも人生本気になろうぜ。めっちゃリアルで感動しました。いやー、ダンス君えぐいっしょ。
若い頃思い出しますね、あれはね。すごいね、パワー溢れてます。人生悩んでるやつらとかネットでぐちぐち言ってるやつら、これを見て挑戦することの大切さを学べ。這い上がってやるよ、絶対に。出てきたんか。見てわかんねえのかよ。ああ、たどり着け、夢をつかむために。そこ試合決定で。ブルーファイト、青き若者たちのブレイキングダウン。購入は概要欄、コメント欄のリンクから今すぐチェック。続きまして、17試合目、サトル VS 溝口裕二、両選手お入りください。じゃあカメラにファイティングポーズで。OK です。じゃあフェイス2フェイスお願いします。ありがとうございます。では試合に向けた意気込みを、サトル選手からお願いします。はい、そうですね、いい感じにラップの練習もできてるし、犬と散歩してる時間は幸せらしい。あと最近では家の掃除を良くするようになったんだけど、まあそれで結構運気上がってきてるかなっていう感じで、毎日楽しいです。今の佐藤のコメントを聞いてても、まあ本当この鍵舐め腐ってるなって思ってるんで、まあ、当日ケージの上でしっかり教えてやりたいなと思ってます。どっちが本当に生物的に強いかっていうことを。じゃあ記者の方、質問でお願いします。先ほど散歩とかお掃除というふうにおっしゃってましたけども、練習の方はいかがでしょうか。順調ですよ、ラップの練習。いいですね。ああ、今度溝口さんよかったらお客さんとして来てくださいよ。入場料2000円払ってもらって。まあ俺がもし負けるようなことがあったら、別に入場料2000円だろうがスポンサーだろうが何でもいいし、まあもしこうサトルが俺に負けるんだったら、そうだな、一生懸命汗水流して全国映画の宣伝で安定してもらおうかなと思ってます。サトル選手に質問をよろしいでしょうか。はい、負けたら溝口選手運転手をやるとおっしゃってましたが、やっぱり勝ったら望むこと何かありますか。いや、特に勝って求めてることとかなくて、こうやって溝口さんと対戦することになって、改めていろいろ溝口さんのことを知るようになって、溝口さんダンス上手なんですね。どこ情報、マジでしたことがないんだけど、ダンス。なんか友達から送られてきたんですけど、 X でミット持ってる相手にダンスしてたじゃないですか。はいはい、こんな。ああ、俺のミドルキックをバカにしてるってことね。ダンスうまいなと思って。そう、お前にじゃあそのダンスで痛い目合わせてやるから覚悟しておいて。水口サンバ当日リングで俺の手のひらで踊るよ。お前今回は襲撃されたとかやって言って、どっか逃げ帰るってことはないよな。水木さんぶん殴るぜ、このチャンス逃げるわけないじゃないですか。それだったら安心です。せっかく練習してるんで今回、まあ本当に戦いたくてうずうずしてるんで、逃げられると拍子抜けなんで、周りの人たちも悟りの首根っこしっかり掴んでください。悟り選手から通すから、溝口選手っていうのは正直弱い選手だと思うんですけれども、まあ、何秒ぐらいでマットを沈めるご予定ですか。あの記者なんの、マジですげえ失礼なことをすごい真顔で言ってるけど。だからそれもアンケートしてもいいですよ。すぐに倒してほしいのか、時間目いっぱい殴ってほしいのかって、みんなの求めてる方に合わせますよ。どっちでもできるよ。ありがとうございます。 OK ですかね。はい、じゃあありがとうございました。よろしくお願いします。続きまして18試合、メカ君 VS 西谷大成、両選手お入りください。
じゃあカメラにファイティングポーズで。じゃあフェイス2フェイスお願いします。OK です。では試合に向けた意気込みを、メカ君からお願いします。いやー、いよいよ来ましたね。喧嘩自慢対プロ格闘家、しかもベアナックルキックルールで特別ルールですよね。投げありパウンドあり、はい、まさにプロ格闘家にも向いてるルールですし、喧嘩にも向いてるルールです。まあそもそもブレイキングダウンっていうのは喧嘩自慢がどこまでいけるか、格闘家を食えるっていうのがブレイキングダウンのそもそものコンセプトだと思うんで、はい、自分が本当に最強ね、喧嘩自慢としてプロ格闘家を食います。今年最後、自分のホーム埼玉スーパーアリーナ、コミュニティアリーナですね。で、あ、もう最高にもうあのスリリングでもう最上級のエクスタシーを届けるんで、もうあの生々しい音だったりとか、うん、もう本当に最高な血祭り、あのね、金髪の髪が全部真っ赤になるぐらい血祭りになったり、あともう何本でも自分はもうあの骨が折れる音だったりとか、はい、もうボッコボコにするんで、ぜひあの会場来てあの皆さん見に来てください。で、来れない方もペーパービューあの買っていただいて、しっかりあの見てほしいですね。もう最高に、もう本当にもう他がじゃねえ、もう気持ちよくないぐらいの試合するんで、ぜひ皆さん見に来てください。お願いします。じゃあ、どうも、喧嘩自慢の西谷大成です。ですね、まあもともと僕はプロ格闘家っていうのをやってまして、まあ勝てず勝てずこの舞台に来ました。はい、まあ喧嘩自慢なんで、まあ勝率はね、有楽に1回負けただけで、ブレイキングダウンはほぼ負けてません。うん、まあ皆さんが分かる通り、さすがに俺負けないよ。うん、まあこのなんていうやろ、勝てると思ったのか分かんないけど、マジでそのなんていうやろな、喧嘩自慢でもなんていうやろ、グレードがちゃうわ、まあ、根本的に。まあどう戦うんか知らんけど、まあ何をしてきても、うん、俺は勝つルールやし、まあタックルとかも戦士、全然そんなんするような問題やない。あの殴り合って、あれ、これ肘はありっすか、これなし。あ、肘はなしなんです、グラウンドの時もですね。うん、OK です。まあパウンドのみってことなんで、肘ありでもいいけどね。まあ、まあ俺は何でもありでいいんですよね、全部あるから。もともと続きありでもいいよ。続きありでも俺も構わん、別に。まあ何でもありっていうルールなんで、このルールがどんだけ面白いかっていうのを視聴者の皆さんに見せれたらいいなと思ってます。はい、記者の方質問あれば。西谷選手に質問したいと思います。今回ベアナックルルールでの、ブレイキングダウン戦となりますけども、キックルール、ベアナックルルール、ヌルヌルノーションルールだと、どのルールが自分に一番合っていると思います。それヌルヌルって言ってほしいんですか、俺に。あの、まあ、もうヌルヌルもね、また負けたままで終われないんで、どっかでやりたいなと思ってますけど、まあ、ベアナックルっていう、やっぱ今流行りの格闘技というか、まあ、そういうのもまあ、経験というか自分の経験値としてすごいプラスになると思ってるんで、この試合も自分の経験値にして、これからの僕の人生に出せればなと思ってますね。メカ選手へ質問です。直近ベアナックルルールが続いてますが、はい、あの実際怪我の状況とか、そのまた怪我するのではという恐怖心だったりとか、そういったものはありますでしょうか。いや、もう全然怪我は全然大丈夫で、まあもう自分は死ぬ気でやる、小好きでやる精神でやってますし、本当にリングの上で死んでもいいと思ってるんで、全然何本折れようが、どんなにもどこが折れようが味も関係ないですね。はい、全然大丈夫です。殴れんのかお前、素手でできんの。いや、できないと思います。逆にバチバチ殴るよ俺、多分。いいですね、楽しみにしてる。盛り上げましょう。 OK です。じゃあこれで終わります。続きまして19試合、富澤大地 VS 吉木丸、両選手お入りください。
じゃあカメラに向かってファイティングポーズで。じゃあフェイスとフェイスお願いします。OK です。では試合に向けた意気込みを富澤君からお願いします。富澤大地です。まあ、今年1年、まあ、昨年大晦日負けて6月にブレイキングダウンで負けてちょっといい気分じゃないんで、ちゃんと勝っていい年にしたいなと思います。頑張ります。吉木丸です。ちょっと前負けて、その前負けてぐらいでなんかもう負けっぱなしの選手なんで、まあ、よう戻ってきたなと思うんですけど、まあ、もう一回僕のみんな僕の試合蹴りばっか蹴りばっか言ってますけど、その蹴りでまた帰ってもらおうかなと思ってます。記者の方質問お願いします。はい、あの住民の選手、あの今回あの復帰戦ということになるんですけれども、あの、まあ、復帰したあの具体的な理由とかありましたら、あの聞かせていただいたらと思います。特にないです。あの特にないということなんですけれども、吉木丸選手、あの、まあ、今の言葉を受けてどのように思われますか。いや、復帰した理由とか僕別にどうでもいいんですけど、まあ、なんか考えてるのか分かんないですけど、まあ、どっちみちも一回、倒して殻に閉じこもってもらいます。富澤選手に質問です。今回勝利した場合、まあ、次戦ミハスチャンピオンに再チャレンジする望みはありますか。まあそうですね、組まれるんであれば全然やります。またそれに対してですね、ミハス選手へのメッセージがあればお願いします。特にないですね。石丸選手に質問ですけども、ぶっちゃけ富澤選手は余裕でしょうか。余裕でしょう。まあ、蹴りますよ僕、期待通り想像の100倍ぐらいの蹴りかまします。見れてください。ありがとうございます。対等戦に続いていくと思いますけども、はい、その前の井原選手への思いなどありましたらお願いします。いや、 やっぱり富澤選手、井原もうバンバンってもう自然とこう並んでると思うんですけど、まあ、今回自分富澤君とやって井原別のトーナメントなんで、そこで負けたらちょっと微妙なんで、勝ってもらって自分が無敗の井原を倒したいなと思ってるんで、まあ、そこは今回は普通に勝ってもらうと困りますね。じゃあこれで終わります。ありがとうございます。続きまして20試合、ヒロミカワ VS 萩原雄介、両選手お願いします。じゃあカメラにファイティングポーズ。じゃあフェイス2フェイスお願いします。じゃあ、試合の意気込みをヒロ選手からお願いします。昔からね、アウトサイダーと地下格闘技、まあ、いろんなね、まあ、軽い角質だったり、まあ、アウトサイダーコンプレックスだったりね、こっちが光を浴びすぎちゃってね、アウトサイダーのやつがいつかぶっ飛ばしてと思ってた。ゆうちゃん、あんたに不足ないよ。俺たちがさ、ね、40代でしょ。俺が40代でもブレイキングダウンのやつら全員ぶっ飛ばす自信あるよ。そんなやつらが見せる試合どうだい。盛り上がると思うぜ、ゆうちゃん。本当なら僕も朝倉海が UFC のねチャンピオンになる姿をラスベガスにね応援行こうと思ってたんですけど、このめちゃくちゃ熱い男からラブコールが来たんで、まあ出てきました。まあこの会見で、まあ僕たちはもう40超えてるんで、煽り合いとか
まあ、ちょっとできないかもしれないですけど、試合では熱いものが見せられると思うんで楽しみにしてください。間違いねえよ、多分俺たちにしか見せられないものがある。激アツのな。それだけは約束するよ。じゃあ記者の方、質問お願いします。はい、今回ですね、12年の時を経て、お二人の、対決がやっと見られるみたいな形になるんですけれども、当時を知らないファンっていうのも結構いるかと思うので、視聴者の方に向けてお互いの印象とか認めてるところとかですね、または注目してほしい部分などありましたらお聞かせください。やっぱりね、もう彼はね、もう見ての通り大社長でね、ジェントルマンだしね、もう言うことないですよ。もうボクシングもうまいし、もうだけどね、俺はそこをなんとか雑草魂でね、大社長に立ち向かっていきたいと思ってる。アウトサイダーの時にね、同じステージで10年前戦ってたんですけど、その時はね、試合組まれることがなく、まさかこんな10年以上の時を経てね、朝倉 CEO が開催するこのブレイキングダウンでまさか戦うとは思ってなかったんで。やばいね。ちょっと長い昔に遡る、因縁はないけど、ヒロ君のチームのこと対戦したこともあったし。そうなんだよ、俺んとこの若い衆やられてからそれの語りでなんだよあとはヒロ君の弟とね、騎馬戦で。そうだね、騎馬戦でタカタコの塗りにしやがったんだよ。ボコボコだったもんな。ニカーバックっていう人はね、これで事実上3戦目になる、ね、3度目の正直だ、ゆうちゃんこれでね、ニカーバックとは決着つけて最後にしたいと思います。そうだね、それで決着つけてどっちかの朝倉未来やるぞねみくん大丈夫ですか。はい、じゃあこれで終わります。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして21試合目最後がフェザー級トーナメントの決勝になります。はい、以上21試合になります。かなりね、面白いカードが組めたんじゃないかなと思ってます。会場チケットペーパービューも販売中ですので、ぜひ、概要欄コメント欄からお買い求めください。そして大会翌日12月9日に最後のペーパービュー上映がされる映画ブルーファイトですけども、公開初日からかなりいい感想投稿が、されていて、めちゃめちゃ反響がいいみたいです。映画とブレイキングダウンのペーパービューのお得なセット販売もしますので、当日は弟の UFC の試合を見て、でブレイキングダウンを見て翌日に映画を楽しんでもらえたらと思います。それとブレイキングダウン14では、大会の運営を支えてくれるボランティアスタッフも募集してます。選手を間近で、見たりとか、裏側を体験できたり、参加者特典もご用意してます。詳しくは概要欄からご応募ください。そしてですね、ブレイキングダウン15のオーディション参加者の募集も開始しました。次の大会でも格闘技未経験者の方も含めて新たなスターを探していきたいと思います。人生を変えたいという人の応募お待ちしてます。はい、今回来場者の方に抽選でサイン入りグローブ書いておきます。ぜひね、会場のやっぱ雰囲気ってめっちゃいいんで、まだ観戦したことない方はね、ぜひ生で観戦していただけたらなと思います。1個だけレアなやつ作っとこう。こんな試合決定って書いてある。あれ、細川ディフォルじゃね。あいつら何話してんだ。いや俺チャンピオンになってさ、外見気にするようになってさ、めっちゃ脱毛サロンとか通ってんだけど全然毛薄くなんないし、金しか飛んでいかない。マジてか一茶ってさ、めっちゃ毛薄いけど脱毛やってんの。俺やってるよ。 RBL っていうローランドさんがプロデュースしてるメンズ専門の脱毛サロンやってるよ。一気から近いし脱毛効果高くて。そんないいんだ。うん、でもそんだけ効果あったらさ、
めっちゃ金かかる。それがね、今月額1980円からいけるらしい。ガチ？なまら安いやん。今 RBL では無料カウンセリングやってるらしいから行ってみなよ。マジ？めっちゃいい情報じゃん、ありがとう。 RBL？ これはいいこと聞いたよ。お痛みどうですか？全く痛くないですよ。 ありがとうございます。マジで？でも全然痛くないですよ。目つぶった方が気持ちいいわ。皆さん、はい、この後ご飯行けすか？いや飲みでもいいっす。考えてきますね。行きましょう。また飯いっぱい。あれ美味しそうじゃん。なんで払いこいつ調子乗ってたでしょ。頭も脱毛しちゃっていいから。 RBL めっちゃ良かったんで、コメント欄、概要欄からぜひ無料カウンセリングを受けてみてください。待ってるぜ。ブレイキングダウン14本戦は12月8日埼玉スーパーアリーナコミュニティアリーナで開催。ただいま期間限定で最大 15% オフで購入可能な会場チケットをアプリ早割チケットで販売中。数量限定のお得なチケットをお見逃しなく。ブレイキングダウン公式アプリブレイキングダウンクラブではオーディションの未公開映像や過去大会の全ての映像などアプリでしか見られないコンテンツを配信。さらにアプリビッグプランに入るとペーパービューチケット、会場チケットがどこよりもお得に。アプリのダウンロードは概要欄から。ブレイキングダウン14を一緒に盛り上げてくれる企業様を募集中です。豊富なスポンサーメニューを用意していますので、まずは資料からでも概要欄からお問い合わせください。ブレイキングダウン14では大会を盛り上げるボランティアの方を募集しています。ボランティア活動を通じて大会の裏側を体験するとともに参加者との交流を深める絶好の機会です。ぜひこの機会にご応募ください。詳細は概要欄のリンクからご確認いただけます。ブレイキングダウン14はシルクザリッチのほか RBL 剣国行行行、その他ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。